リオです。フミです。若手 TV です。今回渋谷でやりたい企画あります。はい、浪人後のキャンパスライフ調査やっていただきます。おー、これ浪人して大学入るときって、はい、まあ入ってみたら意外となんともなかったりするんやけど、はい、意外と怖かったりするじゃないですか。そうですね。だから今年もね、浪人でもう合格終わった子とかいると思うんですけど、はい、大学生がちゃんと馴染めんのかな、年下の同級生と仲良くなれんのかな、はい、とかその不安があると思うんですよ。はい、これ実際浪人生探して、うん、インタビューしていこうかなと思ってます。そうですね。アビアもね、浪人したんで、はい、その辺の気持ち含んで聞いていただきます。はい、あと、はい、チャンネル登録、高評価、概要欄、ツイッターとインスタも絶対お願いします。次ぞ、浪人してよかった人を探せ。わかって TV。はい、じゃあ浪人経験ある男の子、この子がね、浪人経験あるみたいです。おお。何浪してどの大学か聞いてもいいですか？一浪なんですけど、はい、芝浦工業大学。一浪して芝浦しか入れんかったの？いや、何言ってんだよ、芝浦いい大学だから。今回なんですけど、はい、浪人後のキャンパスライフ調査という企画をやってまして、はい、まあ一浪して入るわけじゃないですか。周りがね、年下やと思うんですけど、なんかその時こう気まずいなとかなんかなかったですか？特にはなかったです。コロナとかだったんで、はいはいはい、最初オンラインとか、はい、そんなに、あ、なんもないよ。え、ここは友達？違う、違うだ。はい、そうです。じゃあ、え、年下なわけ？一応年下。それどう、どうなの？最初、普通にためだと思って話してたんですけど、はいはいはい、共通の友達が一個上なことが発覚して、そこで気づいたんですけど。おー、まさか芝浦に一郎が紛れ込んどると思わへんの？いや、まあまあいると思うよ、芝浦に一郎。まあ、東大兄弟やったね、はい、浪人当たり前ですよ。まあまあまあ、3割、4割ぐらい浪人いますけど、はい、まさかね、いるとは。ややこしいのが、共通の知り合いおるわけや。はい、でここはためやけど、こっち敬語みたいなことでしょ、要は。ややこしいよね。浪人が分かった瞬間ってドキッとする。ああ、分かる。一瞬敬語にしようかなみたいな。そうそうそう。そうってことどんな感じだった？一瞬びっくりするけど、まあ同級生だね。隠して仲良くなるのずるいよな。まあそういうことで。一浪したんだよねってところ入らない。意外とでも、後からカミングアウトされる方が多い。そうね。でこのね、カミングアウトの瞬間が結構いろいろあって、はい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 、浪人で4人でこのご飯食べてたの、はいはい、俺は全員浪人だね、仲良くなったら、なんかその中に急に、はい、実は俺隠してることあって言ってくるやつがいて、関西そいつがそう、にんとか出してなになに、え、どうしたみたいな、実は俺二浪やねんって言い出して、みたいな、二浪だったんかいみたいな、成人しとるやん、そう、二校名みたいな。わかりました。はい、じゃあ引き続き調査していきましょう。はい、じゃあ渋谷で、浪人したことある女の子見てきました。この子が浪人したことあるみたいです。この子は姉妹なんで、どっちかお姉ちゃん、あ、お姉ちゃん、お姉ちゃん浪人、何浪してどの大学教えてもらっていいですか？二浪で、はい、千葉大の教育出ました。一浪にしては中途半端やめろお前。いいだろ、いやいや、まあ、言ってください千葉大の人には何やねん。浪人後のキャンパスライフ調査という企画をやってまして、はい、一浪して一話で受かります。で、周り年下が多いわけじゃないですか、はい、その時どんな感じやったかってちょっとインタビューしてるんですけど。あ、確かにね、普通でした。あ、周りにもいたんじゃん。周りに浪人いた？少ないはずないけど。いやいや、やめとけよお前は。千葉大まあまあ難しいですよ。、はい、最初さ、春休みとか結構緊張しませんでした？なんかどんな感じなんのかなみたいな、ね、特にしかも女子だから、女子で1個上で浪人生結構気にしてる女子です。意外と大丈夫。隠してる子もいるし、はい、本当にしてる子もいるし、浪人隠す子もいるんですか？恥ずかしくて言えなくてよ。確かにこれむずくて、浪人ってどのタイミングでカミングアウトしたらいいんだろうっていうのを浪人側は結構ね、ドキドキしてるんですけど。おっさんおばさんやもんな。やろうまへん、おいバカたれへん。どのタイミングでカミングアウトするんですか？確かになんか会話の中で妹の学年とかの話になって、はいはいはい、さらっと、あ、私一浪してるから、8つ年下だけど妹はこの学年だよなんか。家族の話の中でね。でもピクってするよな。ピクって、って高校とかは千葉の人、東京の人、山だ。じゃあなんか知り合いとかいたらまたややこしいねんな、これが。同じ高校で同級生とか、ほらめっちゃややこしいから。なるほどね。なのでそれはなかった。いや、これさ、逆にカミングアウトされた時の現役生のなんか正しい反応、だからまあ何も気にせえへんのが正しいやと思うけど、あんまり言われないと。まず学歴名乗ってくれる？いやいやいや、どの大学の人？名前名乗れみたいな。学歴かい、変わり。なんか話し始めたけど。明治大学。はい、はい、周りの子から、普通に同級生だと思ったら、あの子なんか浪人してるらしいよみたいな。でも自分の姉が浪人してるんで、同級生じゃないんだぐらい。はいはいはい、これあるな。
噂回ってくる、ね、噂回ってくる、あいつ実は浪人らしいよ、浪人らしいよみたいな。やっぱり女子、特に女子、そう確かに男子は言うもん、でも女子隠すから、隠すと裏で言われるから、もう言った方がいい気がすんな。女子で二浪してた子がいて、はいはいはい、半年間隠してた。無理無理無理、そうね、いるよね。これね、ちょっといや、なんか痛さまらないよね、こっち言ってくれていいんだけど、聞きにくいしみたいな、いじりたいもんな、どっちかっていうと。いじられるのがいい、OK と嫌なタイプがいるから、浪人って陰で言われる方が嫌ちゃう。あ、まあまあそうだ ね、 ね、二郎やねんから二郎系ラーメン食えよって言いたい。それはちょっと傷つくわ。隠さない方がいいね、多分ね。そうだね、言っと普通になるから。確かに隠すと言われ続けるからね。だいたい二郎っていうことは欠陥があります、はい、人間って。バカたれ、もう世の中には急浪してるやつとかいるんだ。欠陥だらけ、やめとけ。不良品、やばい。そんなことないです。違うのね、はい、ね、けなげに生きてます。あ、そういうこと、はい、分かりました、はい、まあ、こういう、ね、お姉さんもいるということで、はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、このお兄さんが浪人の方みたいで、はい、おなんかすごいファッション奇抜やけど ね、 まあ、昼間の方ですか。ホストの可能性ある。性、はい、今どういう関係？彼女。彼女。いいですね。わかりました。浪人後のキャンパスライフ調査という企画をやってまして、はい、お兄さんまず何浪してどの大学か聞いてもいいですか？何浪して？都立大、首都大と旧首都大。かわいそうに。やめろ。かわいそう言うな。ちょっと国公立は言ってますよ、でも。ちょっとじゃあこれもうアップしていて。天上天下唯我独尊。三浪都立大やから、なんか説得力ないな。やめろ。なんで三浪しちゃったの。成り行きで電気通信大学を受けて、はい、2回ダメで2浪目のセンターの結果見て、うん、ここでいいや。なるほどね。三浪ってことは現役の4年生と同い年。きついな。これきついな。さあどうなる。どうやった大学生活は馴染めてんの。全然。タメ口。タメ口。だって高3の時の中3でしょ。そどうなの、なんかフランクに来られたの。三浪都立大タメ口で全然ええな。やめろ。そこ関係ない、そこの問題じゃない。3個年上やとしても三浪してる愚か者はタメ口で。やめろ。むしろ敬語使ってほしいもん。やめろ。お兄さんは気使わなくて今いいと思うじゃないですか、三浪だからね、はい、周りめっちゃ気使ってるから、ね、周りさ人寄ってこいよな。クラスに友達もいる。いるんだ、遊ぶ一緒に。遊ぶ、年上いじりとかされる。されるめっちゃされる。どんなこと言われるの。なんか俺が高3の時に周りは中3だから、はいはいはい、年越し友達と過ごした時とか、はい、俺毎年神社行くんだよねって言ってた。俺毎ここ3年ずっと机に向かってたわってこと言うと、はい、亀なのにおかしくないみたいな。ああ、なるほどね。確かに受験前やから初詣なかなか行けないもんね。同じ年齢のはずなのにおかしくないみたいな。カラオケで北島三郎入れたら、三郎やから北島三郎歌え。ジェネギア3つぐらいだよ。ジェネレーション3つやと思ってる。何知り合いですか。私も都立大で。あ、お同級生。私は現役なんですけど。え、優秀な方ということは、何が魅力的だ。私もちょっとあのピアスとか好きなんで、そういう趣味が。三郎してんねんで大丈夫。いやいや、お前パパか。三郎の何に魅力があるの。三郎は知らなかった最初は。おおお、このタイミング付き合ってから。付き合う前にはしてて、さすがにね、普通にタメで話してて、元気だと思って話してて、なんかジェネレーションギャップ感じて、世代とか言ってて、私ナイパじゃないのになポケモンでね、おかしいな、ね、ダイヤモンドってちょっと、ダイヤモンド小学生、みたいなと思ってたら、なんか実は三浪してるバレちゃうんや ね、 ね。でもそれを三浪したらさ、恋愛対象ならへんと思うんだけど、どうなの。いや、まだそこまで考えない。3浪は気になんない、はい。4浪もいける、5浪も大丈夫、まあ、どんどん上げてくれよ。やめてくれ。年老いてなければ。ああ、若いもんね、なんか見た目 ね、 確かに全然若いね。 B 山は浪人生モテるんじゃないか説をちょっと唱えたい。浪人生に、ね、勇気を与えたいんで。なるほどね。どうぞ。年上だからちょっといいなと思わない。あ、確かに年上の方が包容力あって、うん、ほら確かに三浪してるから、ちょっとやそっとのことで心同時に2人の間ギクシャクしてもさ、何回もさ不合格の波を乗り越えてるから喧嘩なんなそうやもん ね、 ね。あ、いいね。三浪って嬉しいね。だって彼女もできると、ね、できると。そう、年の差やからやばいと思うかもしれないけど、意外と恋愛してる人もいますと。ですね。これいじられキャラに徹するとか大事かもね。確かにね、うん、そこね。あ、わかりました。じゃあ、3人組見つけました。はい、浪人経験がここの2人なんから、うん、お姉さんは普通に現役で入ったんです。はい、お兄さんは何浪してどの大学ですか。一浪して立命館大学。へえ、学部は
制作科学。へぇー、はいはい、なるほどね。これからなんやったっけ、はい、これからです。新大学生、はい、ただ今浪人してるってことですか。浪人してます。あ、そうなの。合格が出た。出ました。おー、おめでとう。11月とか。あ、そうです。 AO で。 AO で、はいはい、いいっすね。一郎も AO 使えるんや。やめろお前。使えるんだ今は。そういう時代なの。何のつながりなのこれ。医学部生を集めた学生団体。はいはいはい。腕組むな君。発明家制作が腕組むな。やめろお前。一応代表やってるんで。いやいや、トップ立つな、降りろ。辞任しろ、辞任しろ。選挙時のなんかアンチかもや。何する団体なの。それヘルスケアデータを集めて、はい、それを利活用することによって、はい、誰しもが命を守り合うっていうことを実現できる。ちょっとなんか分かった、これ栄養入試のネタにしてます。受かったから用済み。やめました。やめろお前。いや、そんなこと。代表やってました。いやいや、医学部の学生集めてヘルスケアどうのこう、合格ください。やめてくれ。ちゃんと志があるんだ。あんの。今回なんですけども、はい、浪人後の大学生活大丈夫なのかっていうのを、はい、ちょっとね聞いてまして、まあ、現役じゃなくてどうですか。だから浪人して周り年下なわけじゃないですか。心配とかないですか。いや、心配は心配です。その心配を教えてよ、うん、やっぱりずっと東京だったんですけど、はいはい、これから関西に行くんで、はいはい、新しい場所っていうのもありますし、はい、なんかやっぱり友達とかもいるんでなかなかいない中に行くんで、うん、簡単に言うと馴染めるから。ああ、なるほどね、うん、年下の同級生とかちょっとなんか違和感とかない。どうですかね。あんまりなんかだから体感がないんでどんな感じになるのかなっていう。代表の悪い癖でさ、うん、偉そうに接してまうんちゃう。いやいやいや、俺一個上だぞみたいな。下からないだろ。下から行くの。サークルとか入る立命館で。入れたら入ろうかな。ああ、じゃあそしたらさ、同い年やけど先輩みたいな現象が起こってくるやん。はいはいはい、はい、それはどうする。でもそれは向こうがなんかあまり気使われるのはちょっと嫌だなっていうか、気使われちゃうとちょっと僕もなんか気使わなくていけない。気使わせてる原因は君だけどね。ちょっとまだやっぱね、大学入ってへんから、うん、結構価値観間違えてる。先輩が気使うかなとかいろいろ心配してて。学年でまあなんかそう、学年でよ。そうそう、だから年齢は気にしたらあかんな、ね、これ大学のルールは。まあそうですね、芸歴みたいなもんやね。芸人さんもさ、年下やけど、うん、芸歴が全てやったりするよ、はいはいはい、そういうことですよ。なるほどね。同い年の先輩にはもう敬語で行く。いや、同い年の先輩でも行かない方がいいんですよ。いや、同い年の先輩は敬語の方がいい。あ、同い年の先輩って同い年の先輩敬語。そう、高校はどこなん。東京学芸大学。学芸大附属で一浪立命か。ちょっと学芸大、まあ、ちょっと空気が死んでるから。ちょっと周りの医学部、歯学部のこの善良な方々が聞いてるからやめましょう。この辺でレールから落ちこぼれた。やめろお前を。やってきました。浪人後のキャンパスライフ調査。まあみんなね、ちょっとこうタメ語どうする、敬語どうするみたいなね、はい、とか悩んでましたけども、はい、どうでしたか。やっぱりその浪人ちょっとね注意しないといけないところあるんですけど、はい、まあ、ただそれをね凌駕するメリットがあったりもするので、はいはい、こういう関係広がったりとか、はいはいはい、他の浪人賛成派です。なるほどね。まあ浪人しても全然馴染めるってことが分かったね。はい。ただ浪人生の人は、まあ、マナーもちょっと大事にはした方がいいよということでですね。大学これから入る人は気をつけてくださいと。はい。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日この辺で、バイ。